どうも、こんにちは。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。最終確認を終えた感想について話したいと思います。ロト62口、最終確認したけど、この前と同じ数字で明日勝負したいと思います。やっぱり2口だと時間かけても、これでいけるっていう回はあんまりない。ロト6もロト7もそうやけど、ここがやっぱり欠点かな。自信を持ってこれでいけるっていう回は本当に少ない。やっぱり二口だとどうしても不安がつきまとうというか、これでいいんかな、この数字でいけるかなっていうのが大抵ある。まあ稀にこれでいけるっていう時はあんねんけど、大抵はそうやな、不安が勝ってるというか不安が大きい。口数が多かったら、まだもう少し自信持てんのかなとは思うけど、いろんなパターンが試せるから、悩んだ数字も入れることができるから、ただ口数が多かったら組み合わせの問題、その問題は出てくるけど、でも悩んだ数字とかも全て入れることができるから、その点ではいいのかなとは思う。ただ口数が少なかったら、どうしても、諦めないといけない数字が出てくるから、そこが悩みの種というか、まあそこは仕方がないねんけど、もう割り切るしかない。時間かけてもやっぱり完璧っていうのは、なかなかないかな。ロト6もロト7も。難しい。ロト6は難易度は確かに昔に比べたらちょっと下がってんねんけど、予想はしやすくなってるけど、それでもやっぱりたった2口しか予想しないから、完璧にはいかない。完璧に予想は、でけへんかな。まあそれは仕方がないか。一応予想した数字何回か見たけど、まあ自信がある数字が3つで、あんまり自信がない数字が3つだから、だいたい50%。うまくいってくれたら当選できんねんけど、どうかな。正直不安の方が大きい。この前は1個しか一致しなかったから、正直明日どうなるかわからんけど、まあそこまで難しい数字並びではないから、可能性はあるとは思う、明日。でも、購入するまではいかんかな。購入するまで自信はない。僕が購入するときは基本、いけるかなって思ったとき、当選できるん違うかなって思ったときに、購入しようって考えてんねんけど、明日のロト6はちょっと微妙なところ。そこまで自信はない。40%から50%前後だから、うまくいけば当選できるかな、みたいな感じやもんな。めっちゃ自信があるわけではないから、なかなか購入はできないけど、明日は。何個一致できるか。わからんけど、うまくいけば当選できんねんけど、そのパターンが来てくれたら、過去に来てたパターンを一口目に入れてるから、そのパターンが来てくれたら当選できる可能性はあんねんけど、ちょっとどうやろうな。まあ、これはもう、どうしようもないけど、もう、数字変更はもうしないから、ロト6は本当に全然違う数字が出たりするから、そうしたらもうどうしようもないけど、いや、本当に二口は難しい。継続はできんねんけど、予想は大変。たった二口やから、ものすっごい予想するのは大変やけど、
でも、これで何回かは当選できてるから、だから、口数増やすっていう考えはないかな。全く当選できてなかったら、口数増やそうかなって思うねんけど、一応、10回に1回前後は当選してるから、平均して。もう多分70回ぐらいやってんのかな、ロト6予想。それで大体7回前後は当選してるから、だからこれでいこうかなとは思うけど、70回やって全く当選してないんだったら、口数増やそうかなっていう考えになんねんけど、一応当選はしてるから、このままのスタイルでいこうかなって思います。まあ予想は、難しいけど、予想した後もめっちゃ、不安にはなるけど、それでも、このスタイルは貫き通したいと思います。もし増やしたとしても、あと一口ぐらい、3口ぐらいまでだったらするかもしれへんけど、3口以上は多分しない予想は。考えるのも大変だし、その外した時のショックが、やっぱり口数が多かったら大きいから、だからせいぜい増やしたとしてもあと一口かな。まあ当分は、そやな、二口かな、予想は。それで購入するときは同じ数字の二口合わせて計四口でしばらく行こうかなって考えてます。まあ明日は購入はしないけど、どれぐらい一致できるか様子見やけど、まあ可能性はあるとは思うねんけど、ただ、難易度は下がったとはいえ、それでもやっぱり難しい。スムーズに予想できる時もあるけど、少ないな、スムーズに予想できるのは。できる回数は、ロト6もロト7も少ない。どうしても迷ってしまう。口数が少ないから余計に迷うねんけど。まあ、これで、継続して予想し続けて、1等、2等目指したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。